熱湯デスマッチ、アンドレ・ザ・上海 VS ポペイ三兄弟。さあ虫祭り2006のエポックとなるのか、汚点となるのか、熱湯デスマッチが開始されました。アンドレ・ザ・上海対ポペイ三兄弟、ポペイ三兄弟が顎を使ってその恨み小突き、アンドレ・ザ・上海を追い込んでいく。熱湯の上だ、あんだい危ない、落ちるか。さあ兄弟愛、兄弟が一糸乱れぬ動きでアンドレ・ザ・上海を追い込んでいきます。上海凶悪感でありましたが、死刑を免れてこのリングに登ったが、どうだ、熱湯の餌食か、どうする、どうする、危ないぞ。さあどうした、あー、さあアンドレ・ザ・上海熱湯のもずく、いやもくずと消えました。ホペイ三兄弟リベンジ達成です。